はい、どうも、大輔ですけども、今、車の中いましてね、はい、だいぶ年季の入ったハンドルなんですけど、今、通帳にですね、記帳してきました。はい、何のことかと言いますと、Google からの報酬ですね、YouTube の報酬のみが支払われる。はい。この口座なんですけれども、最初に振り込まれたのが、まあ、これ1円自分で振り込んだやつ。は別として、はい、12月に11円、これもまあ別ですね。ちゃんと口座が生きてるかどうか、Google が試しに振り込んだやつですね。で、その次、これがもう初報酬となりますね。19,214円ということで。うん、素晴らしい。で、1月24日、これ12,000円ですね。これ1ヶ月分ですよね。この最初19,000は2ヶ月分なんですよね。で、次のこの3月22日。これね、2ヶ月分なんですよ。はい。なので、これはね、ちょっともうちょっと頑張らないといけないですね。5000円。1ヶ月5000円ぐらいですね。で、差し引き残高、42,000円ということで。はい。これもうちょい頑張りたいですけど、42,000も入ったな。ありがたいっすね。今ちょっと外雨降ってますけど。はい、こんな感じです。もうちょい頑張りたいと思いますけどね。いや、嬉しいっすね。42,000か。こう考えると結構収入が増えてきましたね。まあ、確定申告が必要な額ではないですね。副業として確定申告が必要なのは年間20万円以上からなんで、これ4万2000円なんでね。あ、これまあ4ヶ月分ぐらいですけど。4ヶ月分ぐらいじゃないな。5ヶ月分ぐらいですか。20万無理ですね。年間。この調子だと。なので、非課税ですね。まあ、そこはめんどくさくなくていいんですけど、まあ、確定申告が必要なぐらい稼げるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました。